ナさん。レイナちゃん、結構耳遠い方？すみません、多分逆風だったんで聞こえにくかったんだと思います。ドリ、お友達は？一人で遊んでますよ。その年でなかなか渋いわね。しかしよくもこれだけ盛大にスクラップばっか捨てたもんよね。知ってる？昔平坂の2丁目にもタイヤの外れた車ばっかり積んであるところがあってね。へえ、ちょっと素敵よね。秘密基地みたい。私だけの秘密の隠れ家なんですよ。ここには誰も来ないし、誰にも何も聞こえません。レイナちゃんだけの秘密の隠れ家？嬉しいわね、そんな場所に連れてきてもらえるなんて。
そうそう。ねえ、レイナちゃん。なんでしょう。どうしたの？気分悪いの？いえ、平気です。私はレイナちゃんのこと好きよ。レイナちゃんは私のこと好き？何ですか突然。私ね、ずっとあなたのお父さんとお付き合いをしているんだけど、いろいろと話し合ってね。真剣に話し合ったのよ。これからの生活やいろいろ。レイナも明人おじさんのこと好きでしょ？それでね、お母さん、再婚なんて許さないです。え？お父さんとどういう付き合い方をしたって構いませんが、再婚なんて許さないです。拒絶もあるかなとは思ってたけど、ここまではっきり言われるとは思わなかったもんだから。拒絶もあるかなと思っていました。私が拒絶していたのに気づいていたのは意外でした。そんなのわかるでしょう。あんた私と目を合わせるとすぐ逃げるもん。それでわかってないなんて思ってた？子供は嫌ね。できれば上辺だけでもあんたとは仲良くしてたかったんだけど、ここまで嫌われちゃ難しいわね。私のどこが気に入らないの？高額のために教えてよ。最初から全部。匂いも嫌い。そりゃあ好都合ね。私もあんたのこと嫌いだったから。お互い様よね。なめんなクソガキ。ガタガタ言わされていいか。二度とうちへ来ないでください。再婚なんて私が絶対に許さない。別にあんたに許してもらわなくてもいいんだけど、まああんたがうまく立ち回ってお父さんに再婚を断念させたきゃさせてごらんって。そんなの今さら意味ないし。
私ね、プロポーズされたの。嘘だ。嘘じゃないわよ、本当よ。向こうからのお願いだから聞かないわけにもいかないしね。指輪ももらっちゃったし、それに結婚を前提のお付き合いだったわけだからね。指輪まで送っておいて今さらちゃぶ台返しなんてことになると最近は問題が多いわよね。最初から目的のくせに私は聞いてるんだ。お前と鉄という男が二人で喫茶店で話しているところを聞いてるんだ。お父さんのお金を目当てに近づいたのを知っている。ひなみざわの旦那と呼んで詐欺にかけようとしていることを知ってる。笠井さんに聞いたから全部知ってるんだ。詐欺師だってことも全部知ってるんだ、全部知ってるんだ。近づかないでください。いやよって、こんな秘密の隠れ家に誘ってくれてる話だからね、そういうお話かなとは思ってたの。だってここ秘密の隠れ家なんでしょ。誰も知らない、誰にも何も聞こえない、秘密の場所なんでしょ。ええ、そうですよ。誰も知らなくて、誰にも何も聞こえない、誰も訪れることのない忘れられた場所。なってんだかね。ほらほら、仲直り。子供のくせに舐めやがってよ。もうちょいで運千万って金が転がるんだよ。うわべだけでも仲良しってことになってりゃ少しもやろうって思ってたのにな。しっかりすべらしか、うんざらねえとこでまだるっこし、気にさらせやこら。殺しは仕方なかったんだけどね。二度とこんなうまいかもに会えないだろうしさ。てめえしめて運善万なら悪くはないさに、どうせ巻き上げて蒸発するつもりだったしさ。上等くれたらこの野
Thank you.